1798年6月27日の海戦は地中海のシチリア海峡におけるイギリス海軍とフランス海軍のフリゲートによる小規模な海戦である。この戦闘はナポレオンのエジプト遠征の初期に行われたもので、トゥーロンからアレクサンドリアへの大規模なフランス商船団の護送という大掛かりなエジプト遠征のその一部であった。フランスのフリゲートサンサブルは マルタの攻略後に、負傷兵の輸送と略奪した財宝をフランスに持ち帰るという任務で、小船団護送艦隊から分剣され、その一方で、フランス主力部隊はエジプトへの航海を続けた。イギリス艦、シーホースは、他ホ川で、イギリス地中海艦隊から分剣されたうちの一隻で、フランス小船団を積極的に捕獲していた、ホレーショネルソン指揮下の艦隊へ増員を輸送する。 任務についていた。1798年6月26日16時、シーホースの見張り番がサンサブルを見つけ、艦長のエドワードフットはすぐさま南へと逃げるサンサブルを追跡した。追跡は12時間続き、フットは敵艦に追いついて勝利を収めた。この戦闘では、シーホースよりも力で劣って過剰に荷物を積んでいたサンサブルに多くの死傷者が出た。 捕虜の中には、嵐の中のマルタ攻略で負傷した将軍、ルイ・バラゲー・ディリエがいて、略奪品の中には、ルイ14世が保持していた、華麗な装飾を施した17世紀の大砲があった。サンサブルワ・ラホ当時は、現役の軍艦としての装備を備えていたが、1799年、イギリス到着の時点で、輸送艦に格下げされた。この海戦により、 フランスのエジプト侵攻の意図を裏付ける決定的な証拠がイギリスにもたらされた。フットは情報伝達のためにネルソンの艦隊を探したが、広範囲に及ぶ捜索にもかかわらず、8月1日のナイルの海戦勃発以前にフットはネルソンにフランス艦隊の位置を伝えられなかった。リグリア海、南にコルシカ島とサルデーニャ島がある。 1798年5月18日、トゥーロンをフランス艦隊が出港したが、艦隊が向かう先は極秘にされていた。この艦隊は22隻の軍艦と120隻の輸送艦で構成されていて、リグリア海を通過する際に、ジェノバ、コルシカそしてチュビタベッキアで兵を増員する予定だった。この艦隊が目指すのはエジプトだった。エジプトは名目上は、 オスマン帝国の支配下にあったが、フランスの将軍ナポレオンが、この地をイギリス領インドに対抗する格好の立脚点と考えたのである。艦隊は南へと航海を続けたが、イギリス海軍から邪魔されることはなかった。イギリス海軍は、スペイン相手に開戦してから1年近く地中海に現れておらず、ナポレオンの艦隊は6月7日にシチリアを通過して、 その二日後にマルタのバレッタ港沖に闘病した。島国マルタはフランスが資金と兵を主に出している宗教騎士団であるエルサレムの西洋ハネ騎士団の指揮下にあった。ナポレオンは攻略したマルタが地中海中央部の制覇に不可欠であると信じており、騎士団長のフェルディナントフォン・ホムペシツ・ボルハイムが艦隊の入港を拒否した時にはナポレオンは大規模な進攻で対抗した。 騎士団は無抵抗を表明したものの、マルタ人部隊と戦うことになり、丸1日に及ぶ戦闘の末中心部のイムディーナが陥落した。この敗北で騎士団はバレットの取り出に退いたが、翌日、フランスでの運休と地位を保障するから降伏するようにと説得された。マルタを獲得したナポレオンは、ここの陸軍と海軍を我がものとし、自分の軍に加えた。 またはレッタに中ン兵を置き、マルタの財宝を強奪したが、その財宝とはこの地のカトリック教会のすべての財宝だった。この財宝の多くが競売にかけられ、それ以外のものはフランスへ負傷したリリエ将軍や負傷兵と共に輸送された。6月19日、ナポレオンは軍を分割して4000人をマルタを抑えておくために残し、それ以外の兵は エジプト遠征の第二行ほどへと向かった。この艦隊のうちの一隻が、負傷者や特使、そして負傷者輸送の任務を割り当てられ、その役目についたのは、g 海 j ブールで艦長を率いる36門艦フリゲートのサンサブルだった。しかしこの艦の乗員はその多くが、艦から降ろされて、他の艦に転属させられ、マルタの解放されたガレー船ド奴隷に、彼らの仕事が任された。 タホ川の位置ナポレオンはエジプトへの作戦がイギリスに邪魔されるとは考えていなかった。しかし、イギリス海軍は地中海南部におけるフランスの行動に対する報告に対し、保冷ョ・ネルソン少将が指揮する小戦隊をリグリア海に送ることで応じた。5月21日にリグリア海に到着したこの戦隊は激しい嵐でかなりの損傷を受けており、 サルデーニャ沖での早急な修理を必要としていた。この嵐はフリゲートをもあちこちに散らしていて、ネルソンには3隻の戦列艦しか残っていなかった。6月7日二0隻の戦列艦と1隻の4等艦を増員してもらったが、偵察用の艦が依然としてなく、そのためフランスの作戦の情報を探るだけの能力を発揮できなかった。チリジリになったフリゲートは、 地中海西部を離れ離れに航行していて、イギリス、フランス領艦隊いずれの位置も確認できなかった。他保川のジョン・ジャービス中将からの補強部隊も同じ問題に悩まされていた。この部隊もフリゲートが偵察のため広範囲に展開したが、イギリス艦隊も南西のアレクサンドリアの方向へ失踪していく、フランス艦隊も見つけることができなかった。 交戦するシーホースとサンサブル6月に地中海中央部のイギリス艦隊に支援されたうちの一隻はフリゲートのシーホースで艦長はエドワードフットだった。シーホースは公式には38門艦と定められていたが実は46門艦で非常に重くて射程の短い32ポンド砲を14門搭載していた。フットはジョン・ジャービスから フランス艦を探索中のネルソンの艦隊に加わり、艦隊の一隻でトマストラウブリッジの指揮下にあるカローデニエ兵を増員する目的で派遣されたのであった。1798年6月26日、シーホースはイギリス艦隊の情報と位置をつかむためシチリアの南岸を回り、16時になってシーホースの見張り番が一隻の艦を発見した。 速度を速めてその艦に向かったフットは、その艦が戦闘準備を整えたフランスのフリゲートであることが分かった。この艦はサンサブルでシーホースに発見された時にはマルタからトゥーロンへ北東の進路を取っていた。艦長のブールでは、このフリゲートが過剰に荷物を積んでいること、人員不足で大砲が36門しかないこと、 しかも一部は6ポンド法でしかないことを分かっており、向きを変えて南へ向かい、夜のうちに敵から逃げ切れることを期待した。それから12時間を費やして、サンサブルは南の方向へと逃げたが、フットの追跡は情け容赦がなく、ブールでは両艦の距離が徐々に狭まっていくのに気づいた。6月27日の朝4時、北西36マイルにパンテルエリア島が見えた頃、 フッとは、シーホースをサンサブルに横付けすることがして、近距離から激しい砲撃を浴びせることが可能になった。最初の何発かでサンサブルの小ぎ手たちは、位置を失い、株乾板へと逃げたため、サンサブルはかなり危険な状態にさらされた。それから8分間でサンサブルは打ちのめされ、降伏した。ブールでは闇雲にシーホースに乗り込もうとしたが、 フットはやすやすとそれを避けた。サンサブルは、艦隊に36の砲弾を受け、マストにも大きな損傷があった。推定される死傷者数には、かなりの幅があるが、上艦していた約300人のうち、18人から25人が、戦死し、35人から55人が負傷した。シーホースは、それとは、対照的に損害が少なく、戦死二人、 負傷は16人で、その16人には一等会議のウィルモットも含まれていた。ナイルの海戦で砲撃を受けて炎上するフランス艦。トマス・ルーニー・サクフットはサンサブルから多くの財宝と捕虜をシーホースに移し、その後サンサブルを大保艦としてタホ川のジャービスの元へ持って行かせた。サンサブルから押収したものの中には、フランスの信号についての本は、 もちろん、ナポレオンのエジプト遠征艦隊の航路の情報もあった。ふっとは、急いでアレクサンドリアへと向かった。出航後すぐ、やはり、ネルソンを探していたウィリアム・ホールゲージ艦長のタープシコールと合流し、2隻は共に7月21日にアレクサンドリアに到着したが、フランス艦はすでに港に入っているのに、ネルソンはどこにも見えなかった。 フランス艦の配置を観察したフットとゲージは自分たちの艦をフランスのフリーゲートとその打歩船に偽装した。ゲージはタープシコールのイギリス国旗の上にフランス国旗を掲げて打歩艦であることを装い、フットはフランスの秘密情報である認識信号を掲げていた。これによりフランス艦はこの新山の艦が敵軍のものでないことがわかり、 誰も歯向かう者がいなかったため、フットとゲージは、思いのままに、アブキール湾に停泊している、フランス艦を観察し、その後ネルソンを探しに、アフリカの岸に沿って出港した。ネルソンはこの時、シチリアのシラクサで物資の補充を行っており、7月25日に出港して、モーレアの東の方向を進んだ。そこでネルソンは、 コロニのトルコ人総督からフランスのエジプト遠征について知らされた。そのまま南心したネルソンは8月1日にアブキール湾に到着したが、その間フットに出会うこともなく、彼の情報も耳にしてなかった。シーホースが最終的にアレクサンドリアに戻ったのは8月17日のことで、ネルソンはその3週間近く前にナイルの海戦に参戦して、 勝利を収めていた。リリエ将軍ジャービスは、フリゲートの数が不定しているのに悩んでおり、他ホ川にサンサブルが送り届けられた時、この艦を直ちにイギリス艦、センシブルとして任務を与え、自分の艦隊から一隻につき6人の乗員を引き抜いて、わずか半日の間に軍艦として収益させた。それから1年間、センシブルはジャービスの下で任務につき、 1799年11月にイギリスに戻った。イギリスに到着したこの艦は戦地勤務から格下げされたものの1802年3月3日にセイロン島沖でンパするまでは数年間イギリス海軍の輸送艦として収益したのである。この艦から移された財宝の中には17世紀にオスマン帝国から押収した真鍮の装飾を施した大砲があった。 これは銀に金メッキをしたガレー戦の模型同様、ルイ14世からエルサレムの西洋ハネ騎士団に寄贈されたものだった。これらの財宝は他の品物や缶の備品ともども、シアネスで1799年11月に売却され、賞金はその後シーホースの上院に与えられて分配された。ディリー将軍とその他の捕虜たちはイギリスに連行されたが、 主官はすぐに仮釈放されたフランスに戻ったディリエとブールでは軍法会議にかけられ、当初は海軍大臣のエティエンヌ・ユスター・シュブリュイも両名を非難した。ブリュイはこの間があまりにも簡単に降伏したと思い込み、厳しい言葉で彼らの才能と勇気を批判した手紙を公に発表した。このブリュイの批判の程度について、 イギリスの海軍士やのウィリアム・ジェームズは過度に過ぎると考えている。ディリエがこれに対して猛烈に反発したことにより、最終的にこの批判は穏やかなものとなり、二人の主官は無罪方面となった。一方フットはその成功を褒められ、ミルモット海は他保川に無事にサンサブルを送り届けたことで昇進した。フットは後にナポリオ沖で、 シーホースを指揮したが、1799年のパルテノペア共和国の二人の指導者の処刑をめぐる対立に巻き込まれることになった。英語版では7月27日午前4時となっているが、両フリゲートの前後関係及び記事のタイトルなどから6月27日が正しいと思われ、本記事中では6月27日としている。 ネルソンは中ナポリ大使のハミルトンからナポレオンがマルタに向かったことを知らされるが、その2日後にナポレオンはマルタを離れた。ネルソンは急遽エジプトへ向かったが、そこにはフランス艦隊はなく、その後のシチリアでの補給でエジプト遠征のことを耳にして、再びエジプトを目指した。ありがとうございます。